ディープモーションは2012年にリープモーション社から販売された手のジェスチャーによってコンピュータの操作ができる入力機器である。マウスや画面タッチを用いずに操作ができる体感型のシステムでジェスチャーによって直感的に操作することが可能となる。今までのどの3次元入力デバイスよりも200倍正確で1、100ミリメートルの間隔で動作を認識する。 ディープモーションデバイスの外観コンピュータの手前に置かれるように設計された小型 USB 周辺装置である。2機の赤外線カメラと赤外線照射 LED から構成されている。赤外線 LED に照らされた手や指を2機の赤外線カメラで撮影し、画像解析によって 3D 空間での手や指の位置を割り出す。検知できる範囲は半径50センチ程度。 中心角110度の空間で手、指、ペンのようなポイントを指し示すツールを0.01ミリの精度で認識する。これにより様々なモーションコントロールを実現している。両手と10本の指をそれぞれ独立して同時に認識することができる。従来技術との差は腕を振ってスワイプ入力と指先でサインの差である。それにより 例えば手の指の動きをコンピューターの中で再現したり、中で書いたサインがコンピューターの中にも書かれるといったことが可能になる。マウスやタッチスクリーンより正確で素早く、キーボード並みに確実なデバイスである。トラッキング速度はバランスモードで 120fps、精度重視のプレシジョンモードで 60fps、速度重視の高速モードでは 214fps である。 ディープモーションは、モーションキャプチャできるのは、両手と指10本で、解析は専用のソフトウェアによって行われる。手や指の動きは三次元的に捉えることが可能で、上下左右、前後への移動はもちろん、ひねりなどの動作もしっかり捉えられる。ディープモーションには、マーケットプレイス、エスプイスが用意されている。無料から有料まで、複数のアプリが入手可能になっている。 両手を使ってステアリング操作を行うレースゲーム。テニスのようにボールを引いて奥のブロックを壊していく。ブロック崩しのようなものなど、モーションコントロールでのプレイに最適なゲームが多い。また、ゲーム以外にもディープモーション対応の Google Earth やお絵かきアプリなどが用意されている。他社モーションコントローラー。ありがとうございます。